こんばんは。今日は1月13日水曜日です。ラジオ聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。2022年度の国家予算は COVID-19 への対処に焦点が当てられています。新型コロナ感染者が確認され、閉鎖されていた市場が再開されました。新しいタイプの違法薬物で密売容疑で女が逮捕されました。今日のニュース展望は NT がサポートしている追跡アプリ、モーチャナについてお知らせします。それではまず、初めのニュースです。2022年度の国家予算は COVID-19 への対処に焦点が当てられています。当局は今年10月から来年9月までの2022年度の予算は COVID-19 新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けた人を支援し経済の復旧のために多くの予算が投入される予定で赤字になるとしています。プライト首相は関連機関に納税者のお金を最も効率的かつ有効な方法で使うように求めたと述べています。予算審議では2021年度と比較し、厳しく予算が組まれました。プライト首相は NBP、タイ国営放送の特別プログラムを通じ、全国の政府機関に予算方針を確認するよう求めました。内閣は2022年度に提案された 3.1 兆バーツの予算計画を承認しました。2022年度は2021年度と比べ、収入は1895億6200万バーツ減少しています。政府は今年度の収入は 2.4 兆バーツで前の年より2770億バーツ減少しているとしています。この減収は COVID-19 の影響によるもので2021年度からの財政赤字は910億バーツ増加しています。プライト首相は限られた財源だとして全ての機関に効率的かつ有効な方法で予算を管理するよう要求しました。また政府は新型コロナウイルスの感染再拡大が国民に経済的打撃となっていることから政府は追加の現金給付を決定しました。昨日の閣議で最も支援を必要としている人々に2月と3月にそれぞれ3500バーツを給付するなど新型コロナウイルス対策を決めました。このほか苦境にある国民の負担軽減のため電気と水道の料金を減額し事業者にソフトローンを提供することも決まりました。現金給付については財務省が具体的内容検討を決定し次の閣議で再度話し合いが行われる予定です。昨日の閣議では消費を活性化するために買い物の半額を政府が補助するプログラムを1月中に新たに開始することも決められています。これについても次回の閣議で再び検討される予定です。登録した人を対象に1日あたり150バーツを限度に政府が買い物の半額を補助するもので1月25日から開始の予定です。登録した人は指定の店舗で14日間買い物をしないと半額補助の権利を失うことになり注意が必要です。次のニュースです。新型コロナ感染者が確認され、閉鎖されていた市場が再開されました。中部ノントブリー県の生鮮市場は、COVID-19、新型コロナウイルスの感染が確認されていたとして、閉鎖されていましたが、予防対策が実施され、本日から再開しています。再開にあたり、市場に入居するすべてのベンダーが予防措置として、COVID-19、新型コロナの検査結果を提出しています。同時に29人のクラスターが発生していたマンションでも消毒などが終わり出入りが再開されています。ノンタムリー県バンヤ市場に店を構えている店主は水曜日の市場再開に先立ち登録事務所の職員に新型コロナウイルスの検査結果を提出しました。多くの店主は市場が閉鎖され収入がなくなったとし市場が早い段階で再開することを喜んでいたと語っています。バンヤ市場は感染クラスターが発生していたとしてレッドゾーンに指定され車両や人の立ち入りを禁止するためフェンスが建てられ警官が警備に当たっていました。
番屋市場の近くにあるシーチョンプーマンションは29人の住民の感染が確認され、12月30日から出入りが禁止されていました。当局はこのマンションの住人800人を対象に検査を行い、スクリーニングチェックポイントを設置しました。その後新たな感染は確認されていないため、今日からマンションの出入りが可能となっています。新型コロナウイルス感染症対策センターは12日、過去24時間の感染確認が287人に上り、累計感染者数が1万834人に増加したと発表しました。感染者の死亡者数は合計67人のままです。新規感染者のうち278人は国内感染です。都県別の感染者数は、中部サムットサコン県が51人と最も多く、次いでバンコクとの31人、中部サムットプラサン県9人、アントン県6人となっています。次のニュースです。新しいタイプの違法薬物で密売容疑で女が逮捕されました。バンコクとで先に6人が新しいタイプの違法薬物を使って死亡した件で、警察当局は12日、バンコクとサイマイ地区で、軽ノンポン、軽粉ミルクと呼ばれる新しいタイプの違法薬物を密売した容疑で、23歳の女を通報に基づいて逮捕し、所持していた違法薬物を押収したと発表しました。この違法薬物は、麻酔薬のケタミン、覚醒剤、ヘロイン、鎮静剤を混ぜたものとされ、白い粉状で、粉ミルクのように見えることから、軽ノムポン、軽粉ミルクと呼ばれているものです。警察は詳しい分析を行っておらず、まだ成分は特定できていないとしています。今回逮捕された容疑者は警察の取り調べに対し、バンコクの北隣パトムタニー県のラムルッカー郡で、知人からケタミンと睡眠薬を混合した違法薬物を1グラムあたり470バーツで購入し、それをネット上で1グラム600バーツで売っていたと自供しています。容疑者から薬物を購入していたのは、ほとんどが栽培地区内の若者です。一方、警察病院では、ケタミンのほか、ヘロイン、覚醒剤と似た化学構造を有するエクスタシー、睡眠鎮痛薬のジアパセムを混ぜたものであるとの分析結果を発表しています。分析に用いたのは、この薬物を使って死亡した人の近くで見つかった薬物です。警察病院の谷戸医師は、様々な薬物による複合的な効果のある薬物であり、人の臓器に悪影響を与えて容易に死に至らしめるものであると説明しています。次のニュースです。今日のニュース展望は、NT がサポートしている追跡アプリ、モーチャナについてお知らせします。TOT 株式会社とキャットテレコム株式会社の合弁会社である NT ナショナルテレコム株式会社は、 NT モバイル、マイモバイル、TOT モバイルの3つのモバイルサービスを開始しました。これらは公衆衛生上の対応を促しながら、 COVID-19 新型コロナウイルスの感染者を追跡できるよう設計された追跡アプリ、モーチャナの使用をサポートしています。プティポンデジタル経済社会大臣は昨日、ナショナルテレコム社はモバイルサービスを介してモーチャナのアプリの使用をサポートするように指示されたと述べています。ナショナルテレコム社のモバイルサービスでは、人々が追跡アプリを使用する際に無料で新型コロナの感染状況などのデータを提供していきます。これは公務員の仕事を支援しながら、新型コロナウイルスの感染状況をより効率的に監視するもので、追跡アプリの使用を一般市民に促すことを目的としています。モーチャナは医者の勝利を意味するタイ語で、モーチャナのアプリはユーザーに役立つ多くの機能が付帯されています。このアプリには写真検証機能があり、ユーザーの位置を追跡し、迅速かつ正確に感染者の移動履歴など公衆衛生上の情報を提供していきます。この情報を使い、新型コロナウイルス感染症対策センターはユーザーにテキストメッセージを送信し、人々に迅速に注意を促すことができます。
モーチャナはユーザーの画像は携帯にのみ保存され、サーバーに転送されることはないと安心して利用してほしいとしています。デバイスがネットに接続されていない場合には、移動情報のみ保存されます。ネットに接続された場合だけ、情報は中央システムに送信されることになっています。モーチャナはユーザーの個人名、電話番号、メールアドレス、自宅の住所、デバイス内のその他の個人情報にはアクセスしません。ナショナルテレコム社の経営最高責任者、ソムサック氏によりますと、TOT およびチャットテレコムが提供し続けるサービスである NT モバイル、マイモバイルおよび TOT モバイルのサービスを使用するモーチャナは、ユーザーにデータ使用料を請求しないと宣言しています。モーチャナは新型コロナウイルスの感染、再拡大を受け導入された追跡アプリで、感染が確認されたとき、モーチャナを使っていなかった場合、当局は罰則を導入することも検討しているとして、一人でも多くの人の利用を呼びかけています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。